タッチをさせないバックローブレー、そしてジミー・スヌーカー、素晴らしい連携プレーを見せました。大阪府立体育館8300人、超満員であります。膝を落とします。天竜がグロッギー状態だ。しかし確実に払い抜きます。天竜ネットバットを見せます。バックローブレー、さあベンジラム式のバックブリーカーを行く。バックブリーカーからどうだ、カウントは不十分。あっという間に払い抜きました。バックローブレー、ベンジラムのバックブリーカーからタッチしたかったですね。そうですね、あそこがやっぱりタッチのチャンスだったんですね。さあジミー・スヌーカーが入ってまいります。天竜が長時間スヌーカー、バックローブレーの攻撃を受けます。そしてエルボースマッシュ攻撃、またもや親指突き。レフリーのブラインドうまく利用しています。そしてジャンプしてのヘッドバット攻撃、ジミー・スヌーカーが飛ばしています。ジミー・スヌーカーが飛ばしている。そして今度はランニングして膝を下ろします。いやーすごい攻撃、カウント2、カウント2で払い抜けます。さあ天竜はタッチできない。天竜非常に苦しくなってまいりました。天竜が非常に苦しくなってまいりました。ボディースラム、そしてタッチしてあります。バックローブレーがフライングのニードロップ、これは自爆。そして天竜からテリーファンクにタッチだ。レッグドロップもう1回、2連発、そして3連発痛めました。右の左スプリングトーホールド、スプリングトーホールド、2回転、3回転スプリングトーホールド。さあこれはどうだ、バックローブレーギブアップ、バックローブレーギブアップ。天下の宝刀スプリングトーホールド、12分13秒、テリーファンク天下の宝刀スプリングトーホールド、バックローブレーからギブアップを奪いました。一瞬でしたね。まあ連携的にはちょっと問題があったんですけども、やっぱりテリーがですね、やっぱりその連携の悪さをですね、自分の根性でカバーしましたね。はい。